チームメンバーが9人、黄色生まれ。あ、なんで皆さん、マジか。皆さん、出てっちゃいました。さすがにもう、マジかですね。本当の面白いですね。はい、コツの趣味部屋、ようこちょ。はい。今回は、ちょっとね、皆様に謝罪をしたいと思います。ご視聴の視聴者の皆さん、本当に申し訳ないです。あのですね、私、ベジータのね、前回ね、9時、やってね、アップさせていただきました。その中でね、1番と2番、B の、ブラシと原作から、2種類しかゲットできなかったんですけれども、あまりにもね、ちょっと出来が良かったんでね、ちょっと欲しいなと、コンプリートしたいなっていう欲求がね、溢れ出しまして、ですね、本当申し訳ないんですよね、本当結果的な感じになっちゃうんですけど、すみません、03番、はい、トーン、04ディミッション、すいません、私オークションに手を出してしまいました。いやー、本当ね、これ出来がいいんですよ。本当このベージータウン、もう すごいなと思ってね。最初はね、本当別にいいや、1、2回引きでいいやと思ってね、やったんですけど、実物見たらね、いやこれはすごいと思ってね、めちゃくちゃ欲しくなりまして、結果コンプリートせずにはいられなくなりました。はい、ということでね、皆さん、急遽ですね、追加ということでね、ベジータ一番くじ追加放送させていただきます。はい、まずはね、本当ね、皆さんにはね、期待を裏切るようなね、インチキ行動をしてしまいました。はい、リモコンも落ちるわけですね。はい、それでね、早速、開封しまして、お見せしたいと思います。まずはですね、トーン白黒の方ですね。はい、こちらやっぱしね、白黒でもやっぱねかっこいいんだよね、ほんとね。あのね、やっぱね、造形がいいからね、何色でもいいんだけどね、まあでもね、やっぱね、2ちゃんとかでもね書かれてるんですけど、やっぱね、トーン、今回のベジータのトーンはね、なんで悟空よりちょっと出来が悪いかっていう噂が流れてるかっつったらね、これ白のね、色がね、配色の範囲が広いんですね。悟空の時は黒色が多かったんですけど、なのでちょっとね、やっぱそこら辺でじゃ差がついちゃったかなっていうね。まあ、悟空の方はね、ほんとちょっと黒っぽい感じの、モノトーンだったんですけどね、今回ほんと白が、多めなんでね、広い部分に、白が使われちゃってるんで、ちょっとねカラー的に面白みがなくなっちゃった感が否めないっていうんでね、あんまり人気がないんですけれども、まあ私的にはあり、だと思いますね。はい、まあ何色でもいいんだけどね、このベジータは。はい、で、まあ案の定こう、まあ自立はね一応しますけど、まあそこまで安定はしないですね、やっぱりね。で、続いて、お待たせしました、二次元三色。はい、半端ないですこれ。あのね、毎回言いますけど、これやばいですこれ。このベジータ反則でしょ。いや、これはね、二次元これやばいですよ、ね。悟空の二次元と何が違うかってやっぱりなんだろう。もうね、アニメ感が満載なんですよね。もうこの、なんだろうね、もうこのシワとかも今回追加されてるんでね。そこがね、もうほんと 2D 感をね、余計際立たせてるっていうね。前回の悟空と何が違うのかは、ね、もうほんと、モノトーンとね、比べてね、やっぱあれなんですよね。
悟空はモノトーンの出来が良かったんですけど、で、ベジータはね、二次元の出来がいい。まあ、一長一短ということでね、まあ、なんかね、やっぱ悟空の時を経験して学んで、より 2D 感を強くしたって感じですね。はい、ベジータの場合。もう、どの角度から見ても本当ね、すごいいいんですよ。最初やっぱ手が込んでるだけあってね、やっぱね一個しかねワンロットにないわけですよ。金かかってますよこれ。チームはね、いやーこれはすごい。お顔の部分とかもね結構こうねシワとかもねほんとされてるんでね、いやすごいわこれ。ため息しか出ないですね。ちょっとまあ若干ね、若干ちょっとここちょっと汚れがあるんだけどな、これ取れないかな。ちょっとね、まあ塗装のムラはまあ個体差によってあるみたいですけどね。まあどっちにしろね、その間近で。ずっと見るわけでもないんですけどね。それで、ね、まあ、前回の動画でね、いろいろとあの私が使ってるね、固定するための台座、こちらのね、何の台座を使ってるかというのでね、いろいろとコメントいただきまして、できればね、その動画でちょっと紹介してほしいという意見があったんでね、ついでっていうのも。あったんでね、今回撮らせていただきます。はい、私がね、使ってる台座ですけれども、まず一つ目はね、こちらになりますね。こちらね本当 Amazon で1個がだいたい400円ぐらい、400円ぐらいで売られてますね。はい、一応ねこれは本当こう伸び縮みはできますんでね、はい、まあ、こう刺す感じですね。はい、で、まあ、ここに股下とかね、脇とか、まあ、そういう部分にね、挟んで使う感じですね。で、私は悟空に使ってるんですけれども、こうやって一番最低のラインで股に挟めるんですよ。ちょうどベジータなんかね、ほんとちょうどいい感じなんですよね。まあ、こうやってやると、ちょっとね、まあまあまあ、余っちゃうんですけど、まあでもこれでもうほんとこうね、結構あのまあ震度3で倒れそうなの震度4ぐらいまで踏ん張れるあんま変わんないって。でもねほんとねこれ一つで結構変わるんだよね。あのねこうゆらゆら揺れてますけど倒れる感はないですよ。こうやってね結構パンパン押しても全然倒れないんですよ、また下に当たってるんで。なので結構これ保持力としてはね結構いいと思います。はい、で特に悟空の場合なんですけれども、まあこっちのね、ゼノバース2カラー版でちょっとね、試しますけれども、これ、ね、悟空の場合こうし なんだろうね破け具合があるんでね、ここら辺でちょっとねこうかませることができるんでね、こうクイッとねクイッとこう入れちゃう、こう中にね強引に入れちゃうってことで、ほら、こうするとね、もう、ほんとね、結構ガシッとね、こうはまる感じで、ぴったりくるんで、しっくりくるんで。一応今の自分のところのナンバーワン台座だと思いますね。はい。で、ここにね、ちょっと出っ張りがあるんですけれども、まあ、ここにね、まあ、プリントしたドラゴンボールのね、ステッカーとか貼ったりするといいかもしれないですね。そういう作りにもなってます。はい。で、ですね、でもう一つ、前回のベジータのね最後の方で、使ってたと思うんですけれども、こちらのね、もう一個のこの台座です。はい、こちらはね結構あの普通にこうやって腰のあたりでねこうやってかませてやることでもあの全然こう OK なんですけど、まあ、いかんせんね、こう、裏を見ると、やっぱここの出っ張りが出ちゃうんでね。はい。ここはね、でもね、
ネジ式になってるんでね、これは外して短くすれば、もうこういう感じで、はい、できます。ここの場合はね、普通にこうやってやりまして、逆にこういうね、太ももにかましちゃって、こうやってグッてかましちゃえばもうすごい安定するんですよね。はい、なのでね、こっちの方は場所取らないですね。裏を見ても分かる通り、もう一目瞭然で場所取らないです。でなおかつこうやって保持力がねあるんでね、動かしても、なので一長一短ですね。どっちがいいかって感じですね。こっちはね、まとめ4本まとめで1500円とか2000円いかないぐらいかな、4本まとめて、なので1個が大体400円ぐらいかな、まあ、同じぐらいだと思いますね。はい、まあかっこ、見た目のかっこよさでもいいですしね、まあ、そこら辺はね、状況に合わせていけばいいと思います。はい、まあ、何にしてもね、私はこの2つを使い分けてます。本当はね、こっちでもいいんだけどね、こっちに今4個入りのやつが売り切れちゃってて、今1個販売しかないんですよね。だから、まあ、こっちの方が、いいかな。どっちかと言えばどっちもいいな。まあ、ということでね、まあ、今回のね、台座紹介も含めての、謝罪&ちょっと、CD 紹介というね、すいませんね、金に物を言わして買っちゃいましたけどね、皆さん、できればね、やっぱ自力で弾くのが一番いいと思います。その方が達成感ありますからね。はい、ということでね、以上、まあ、台座紹介も含めたね、まあ、今回の、紹介になりますけれども、まあ、これでね、今回まあ、ベジータはね、終わり だと思います。まあ、1.5 バージョンがね、バージョン違いが出るかわかんないんですけど、まあ、とりあえず、今回はコンプリートしましたんで、ベジータ、終了です。はい。皆さん、ほんとね、まあ、申し訳ないですね、ほんとね。はい。ど自力で弾きたかったんですよ。でも、弾けないから。もうないんですよ、どこにも。そしたらもう買うしかないからね、オークションで。ということで、まあ、自分的には満足じゃ満足ですけどね、自己満です。はい、以上になります。はい、ね、こんな感じで、飾ってみました。はい、いやーいいね、やっぱ壮観だね、コンプリートするとね。やっぱこう見ても2次元が飛び抜けてるね、彩色的に。いいね。はい、っていうような感じで全部台座をこちら固定してます。でその上がね、はい、悟空です。全種類ありますね。はい、コンプリート、まあいろんなねバージョンが出てるけどね、こういうね、中国の旧正月バージョンとかね、海外のねゼノバース2同梱版のやつとかね、あとバージョン 1.5 とか全部あります。はい、でこれはね、ちょうどね、ドラゴンボール店がねやってた時に、直接行って買ってきたやつですね。ポストカードです。これ1枚しか買わなかったんですよね。でも結果的にこうね、後ろの原作カラーと一致してるっていうね。そういう意味も含めてこれで飾ってます。はい、そうすると原作カラー忠実で、カラーがね、まあ、血のりがついてないだけでね、はい、という感じでね。はい、まあ、こういう感じで、まあ、次はね、ジオラマ。ジオラマ全部コンプします。何が何でもね。オークションで買おうが何にしても、コンプしたいと思います。はい。そしたらね、またアップします。
一応ここの後ろの、隙間があるんでね、ベジータの方が多分でかいから後ろにずらしてジオラマ手前に飾るって感じにしたいと思います。はい、っていう感じで、以上になります。